戦サマーモーニングバトルの4日目戦の最終日、風向き変わってホーム追い風方向に風が出ています。ただいまから第7レース、1号艇岡山の赤澤文香、2号艇兵庫の宮田龍馬、3号艇埼玉の濱田ありさ、4号艇福岡の奥村明日香、5号艇東京の黒沢恵美、6号艇長崎の森日向です。今日2レース以降は人気サイドの決着となっています。シリーズの4日目、得点率のボーダーは 6.00 となっています。1、2、3、4、5、6のコース取り、インには1号艇の赤澤文香が入ります。2コース2号艇の宮田龍馬、ここまで全て2着、展示タイムはこの中で1番時計です。そして3コースが3号艇の濱田ありさ、ここまで5戦全勝で突っ走っています。さらに連勝を伸ばすのか注目。ここは3コースから、4コースが4号艇の奥村明日香、5コースには5号艇の黒沢恵美、6コースに6号艇の森日向、並びは枠なりで体型は3対3です。3号艇濱田が連勝を伸ばすか、それとも他5選手が待ったをかけるか。第7レース、コース取りは内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。2コースから2号艇の宮田が勢いよく出ていきました。トップスタートです。さあ、1周の1枠、2コースまくりは2号艇の宮田、インから回る1号艇の赤澤、間を狙った3号艇の濱田でしたが、ここ先頭に立ったのは2号艇の宮田龍馬です。スタートは前提正常でした。2番手に1号艇赤澤と3号艇濱田と4号艇の奥村が固まっています。1周の2枠は2号艇宮田がトップで旋回し、続いて1号艇の赤澤の相当握り込んで3号艇の濱田が2番手前へ出てきます。2番手3号艇の濱田ありさ、3番手はわずかに4号艇の奥村、その内側から1号艇の赤澤が残し、さらには5号艇の黒沢が僅差です。2周1枠2号艇3号艇と回り、3番手は1号艇の赤澤の外を待っていきます。4号艇の奥村、3番手は4号艇の奥村がじわりリードを広げ、上位体系は2番、3番、4番です。先頭大きくリードしました2号艇の宮田龍馬が2周の2マークです。続いては3号艇の濱田ありさ、3番手で4号艇の奥村明日香です。上位体系は2番、3番、4番、4番手以降に1号艇赤澤文香、5号艇黒沢恵美、6号艇森日向、先頭は2コースからまくって独走2号艇の宮田龍馬、そして2番手は抜け出してきました3号艇の濱田ありさ、3番手が4号艇の奥村明日香で、1号艇の赤澤文香が僅差となっています。4号艇の奥村3番手キープなるか、ラストターンマークです。先頭はここまで2着続いていましたが、自身はシリーズ初勝利で濱田の連勝も止めます2号艇の宮田龍馬、2番手3号艇濱田ありさ、3番手は4号艇の奥村明日香がキープとなりそう。2番ゴリン、3番ゴリン、4番ゴリン、1番5番ゴリン、